尾崎邦子は、日本の外交官。中エストニア特命全権大使権国際刑事、裁判所裁判官を経て、常磐大学総合政策学部特任教授。広島県出身。1978年、東京大学教養学部卒業。1979年、東京大学大学院社会学研究科中退後、外務省入省。条約局法規課。 国連政府代表部等で国際法分野の業務に従事。この間、1982年にオックスフォード大学で修士を取得。法務省に出向し、法務省刑事局付、同省入国管理局難民認定室長を歴任。外務省に復帰後、同省総合外交政策局人権難民課長を務める。2001年には、 東北大学大学院法学研究科教授に就任し、国際法を担当。2004年、再び外務省に復帰、財務委員国際機関日本政府代表部講師を務めた。2006年、日本人として、初めて国連薬物犯罪事務所条約局長に就任。2009年4月から、政策研究大学院大学教授を務めるとともに、外務省参与を兼務。 同年11月にオランダハーグの国際刑事裁判所で行われた、サイガトミコの死去などに伴う、補欠選挙で当選。2010年1月よりサイガに次ぐ、日本人二人目の裁判官を務めた。ベンバ事件、ケニアッタ事件、疑ンタガンダ事件などを担当、裁判の傍ら、2013年に第一審、裁判部長、2015年に、 同裁判所の第二副所長に就任した。任期満了後も担当事件の審理が続いたため、判事の職務を継続し、2019年2月11日から非常勤の判事となり、2月13日付で中エストニア特命全権大使に任命された。裁判所は、兼務可能として、これを許可したが、疑んだ事件の弁護人が兼務を理由に、寄避申し立てを行い、 裁判の遅延により、同年4月19日付で、特命全権大使を退任した。裁判所は、理由がないとして、寄避申し立てを却下し、同年7月に、疑んだ被告の有罪判決、11月に、刑の言い渡しが行われた。これに伴い、同月、非常勤の任期が終了し、裁判官を退任した。後、常磐大学総合政策学部、 法律行政学科特任教授、ありがとうございます。